大阪市内で株主総会を開いている関西電力。所有する原発7基がすべて稼働する体制に入り、昨年度は過去最高の最終利益を更新しました。一方、原発にたまる使用済み核燃料については、原発の敷地内に乾式貯蔵施設を設置し、その後県外搬出する計画などを示していて、株主からは安全性などについて不安の声が聞かれました。もう一回事故が起こったら、もう関西は琵琶湖が汚されたらもう住めないところになりますから、老朽原発もちろんですけど、新しい原発もどんな原発とももう共存できない。また脱原発などを求める株主提案についても話し合われています。